はい、どうも皆さんこんにちは。ハチナイトハチチャンネルのナイトです。ということで今回はですね、はい、モンスターアップさんの作るですね、スキビディトイレのファンメイド作品、スキビディトイレットゾンビユニバースをね、見ていこうと思います。はい、5話ですね。はい、5話でやってるかな、間違ってたらすいません。はい、ということでね、前回はですね、追い込まれてましたね。トイレのゾンビと、なんかナイフマンのゾンビに追い込まれてました。いや、続きが気になると思ってね、ふと見てみたらね、追加更新されてたんですよね、話が。なので見ていこうと思います。さあスタート。これも大ピンチだよね。どうなるんだこれ。お、え、何が起きた。あ、救援部隊じゃない、助けに来た、もしかして。え、で、何ここ、え、研究所、もしかしてここでゾンビウイルスの真相が分かるのか。あ、すげ、スキビディの基地なのか、ここは。スキビディで反応してたもん、狙ってロックが。もしかしたらそうかもしれないね。うん、あのタブレットにもさ、なんか X18 って書いてあったから多分そうだよね。なんだ映像、なんだこれ、サイエンティスト。うわ、ちょっと待って、サイエンティスト、お前まさか、お前、うわ、サイエンティスト、お前絶対やってるだろう。うわ、もうやらかし、やったわサイエンティスト。はい、もうサイエンティストですね、全ての元凶は。やってるわサイエンティスト。やばい、来たよ、大丈夫、あ、すげえ銃撃ってる、いけ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 、撃て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 、ナイスナイス、そのままやっつけろ。お、アストロ、アストロも協力してくれんのこれ、めっちゃいいやん。アストロお前死ぬなよ絶対、主要キャラだからなお前。アストロは大丈夫、え、ちょっと待って、なんかこいつ、え、いや今さ、なんか勘違いだったらあれだけどさ、 SCP のさ、ペスト医師みたいなやついたよね。お、え、ドリルマンおる、え、ドリルマンいなかった今、違うかな。うわ、アストロがやられてる、マジか。アストロ助けてくれたもんな、くそ、アストロ助けられなかったね。これで終わりんだ終わりんだはい、ということでね、こっからはね、物語を振り返っていきたいと思います。まずですね、これですね、大ピンチかと思ったら、ほら救援部隊が来てくれたんですよ。で、救援部隊が来てくれて、で、こうやって扉を開けると、ほら、これもうスキビディの基地ですね。はい、ほらスキビディトイレが、ほらスキビディって言ったら認証されたんですよ。これスキビディの基地ほぼ確定ですね。で、ここでサイエンティストが研究をしてたというわけですよ。で、ほらここに武器があるから、で、これでカメラマンはなんとか武器を確保できましたと。で、こっからなんですよね。もう今回なんといってもさ、もうこれでしょ。もうほらサイエンティストがカメラマンを捉えて何かの実験をしてるんだよね。で、そしたら問題が起きて、カメラマンが凶暴化してサイエンティストに噛みついて終わるんだよね。サイエンティスト本体もあの調子だと生きてないような気がするけど。で、ここでほら突撃みたいな感じでナイフのやつがいて、カメラのゾンビが突撃するんだけど、ほらやっぱこの銃強いね、よかったね、武器確保しといて。で、ここでね、ほらアストロディティナーが助けに来てくれるんだよ。助けに来たぞみたいな感じで、今のうちに行けみたいな。で、ほらカメラの死体を持って投げるんだよ。で、これ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 、ほら謎の仮面の男ね、こいつ何なんだろうね、マジで。やっぱあれに似てるような、 SCP のペスト医師に似てるんだよね、ちょっと。まあ皆さんのね、ぜひ予想考察などをね、コメント欄で教えてくれるとありがたいです。まあ続き見ていくんですけど、で、こうやって階段で駆け上がってこうやって登っていくわけですよ。で、ほらいろんなトイレと、ほらこのよく見てみると、もうこの左側にいるの、もうこれドリルマンだよね、もう。ってことは、あのマルチバースの世界の後の物語なんじゃないかって私は考えます。はい、ということで、もういろんなキャラ勢揃いですからね、もう。はい、ということで続き見ていきましょう。
にほらここで助けてくれたアストロがやられちゃうんだよね。でほらワーニングでこれで終わるんだよね。いや今回も衝撃買いすぎた。はい、ということでね、こっからはですね、はい、少し私が気になったシーンをね、ご紹介します。いや、これ、今回ね、もうすごく重要だと思います。気になったっていうか、ぜひ見てみてください。こちらです。今回ね、少し分かりにくいので、0.25 倍速にしてます。どうぞ。ほら、皆さん分かりました？もう一度見てみましょうか。よーく見てください。ほらここほら明らかに誰かが細工してるんですよね今。でそれに気づかずにサイエンティストがカメラマンに投入しちゃうんですよ。なんか機械みたいなのね。だから別にサイエンティストがやらかしたわけじゃなくて、誰かが意図的に仕組んだんですよね。はい、ということで分かりましたでしょうか皆さん。なのでサイエンティストは別に悪くありませんね、これ。はい、ということでね、今回はですね、はい、モンスターアップさんのね作ったねスキビディトイレのファンベイド作品スキビディトイレットゾンビユニバースのね5話を見ていきました。まだねモンスターアップさんのチャンネル登録をしてないよという方はねチャンネル登録を、そして私ナイトのチャンネル登録をしてないよという方はねぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回のね動画でお会いしましょう。バイバイ。いや6話楽しみマジで。